皆さんこんにちは、こじこじです。今回はハードオフに行って買ってきたものを紹介したいと思います。ということでね、前回に引き続きね、同じ感じでね撮影しています。ハードオフにね行く方ってきっとね、他の人がどんなものを買ったのかとかね、気になる方多いんじゃないかと思います。僕もね、ツイッターとかでハードオフって検索してね、他の人がね、どんなの買ったのかね、すごく気になって調べていてね、いいもの買ってる人がいるとね、ああすごい羨ましいとか思ったり、高い値段でね、物買ってる人がいるとね、うわーなんだこの値段で買ってんのかとかね、ちょっとね、優越感に浸ったり、はい、しています。ということでね、今回、ちょっとね、また、ハードオフで散財してきてしまいました。ということでね、今回は紹介ということでね、動作確認はまたね別の日に行いたいと思います。ということでね、買ってきたものを紹介していきたいと思います。まず安いものからね紹介したいと思います。はい、こちらなんか雑誌のね付録系ですね。ゆらゆらするしずえさんと、トミカのバスのボタンですかね、リアルバスのボタン、はい、一つね見えますかね、54円、こちらも54円ということでね、雑誌の付録系が54円でね売っていました、買ってきました。ということでこちらはねちょっとパッと紹介できるので紹介しちゃいたいと思います。バスのボタンってね、こう誰が押すのかね、こう内心競いますよね。僕もこうバスに乗るとね、一番に押してやろうみたいな感じでね、内心こう準備してね待ってるんですけども、いつも押されちゃうというね、なかなか押せないバスのボタン、できたらねいっぱい押してみたい、子供も大人もね同じ気持ちなんじゃないでしょうか。こちら元気の付録、元気15年の10月号の付録、光ってピンポンバスボタンというものらしいです。はい、中身はこんな感じ、バスのボタンらしき四角いね、サウンドドロップ系のものがね入っています。あー、サウンドドロップ系のねバスのボタン、言われてみればね、作るのは簡単なのになかなか出なかったですよね。はい、ということで後ろ抜いて、じゃあ押してみます。あれ、じゃあ押します。あれ反応しない。はい、ということでなんかバンバン叩いてたらなんか動くようになったので、はい、再度確認、次止まります。あ、やばい、楽しい、いっぱい押したい、次止まります、次止まります。はい、いい感じですね、このバスのボタン。こうなんかね、車とかにつけてね、こう、ピンポンやりたい感じですね。やばい、これは楽しいかもしれない。はい、50円のバスのボタンでした。ということで、続いてね、はい、こちら、しずえさん、ゆらゆらするおもちゃということでね。はい、じゃあね、ちょっとね、開封したいと思います。はい、ということでね、開封、組み立て、必要だったんですけども、組み立てしました。こんな感じですね。ここにソーラーパネルがついていて、こうしずえさんのね首がこうゆらゆらするよーといったね、こんな感じです。非常に可愛いです。これはね、飛び出せ動物の森をやったことある方ならば誰もがねしずえさんにお世話になったと思います。しずえさん、みんな大好き、しずえさんのね、はい、このゆらゆらフィギュア超可愛いです。これね、部屋に飾っておきたいと思います。あ、職場でもいいかも、日が当たる場所だったらな、動くな。はい、続いてね、はい、続いてね、54円の次に高いものっていくらってね、はい、50円の次に高いもの、はい、もちろんね108円です。108円で買ってきた、はい、真空管です。真空管、以前ね真空管のハイブリッドアンプを作ってね紹介したんですけども、これはね、ハードオフに大量に真空管がね投げ売りされていて、まあはい、108円なんですけども、はい、こちらツイッターでもね買ったよってね、紹介したんですけども、はい、こちらの真空管見てね、こうインスパイアされてね作ったものになります。はい、この108円の真空管、残念ながら僕が作ったね真空管アンプでは使えないんですけども、ヤハアンプと言われるね、こうオペアンプを使ったねハイブリッドな真空管アンプだと、なんとかね電流電圧を調節すればね使えるということがね、分かっています。自分でねテストしました。はい、なんとか使えそうな感じなので、はい、今度ねこちら108円で買ったね真空管使ってハイブリッドアンプ作ったのを紹介したいと思います。
まあ、真空管なんでね、こうお見せしてもねしょうがないと思うんですけども、はい、まあこんな感じですね。箱が NEC 製なのに中身はね、はい、ナショナル製だったりします。ちなみに 4RHH15 ということでね、すっごい微妙な感じのね真空管です。でも双三極管で、まあオーディオ系にはね使いやすい真空管になっています。カゴいっぱいに真空管が入っていてね、どれを買ったらいいかね本当に分かりづらい、難しい真空管、なかなかね奥が深い難しいね存在だと思います。はい、続いて買ったもの3つ目ですね、こちら、はい、懐かしいゲームギアです。僕もね子供の頃、はい、ゲームギア持っていて、こうテレビチューナー持っててね、電池6本詰めて車の中でね家族で横行くときテレビ見てたりしてたんですけども、いつの間にかねゲームギアどっか行っちゃいまして、うん、買うかな買わないかなと思ってて、今回ハードオフで見つけて買ってきました。ゲームギアね、なかなか高いですよね。なかなか、しかも売ってないんですよね。人気なかったんだろうなというのがよくわかります。はい、ということで、わかりますか？見えますか？540円。ちょっとこれは高い。高い。うん。でも、今回買ってきちゃいました。できたらね、修理したいと思います。ちなみに電池カバーもついているので、まあ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 、状態はいい状態だと思います。うん。それにしてはやっぱりゲームボーイと比べるとね、ゲームギアってね絶対数売ってる数が少ないですよね。うん、個人的にはね子供の頃ゲームギア持っていたので、うん、もうちょっとね中古市場ジャンク市場でね見かけると嬉しいなというふうな感じがあるんですけど、やっぱり売れてなかったのかな。うん、電池6本でねその当時カラーが出るというね非常に有名のある画期的商品だったと思います。セガはねいつもね他のハード会社に比べてね一歩二歩先に行きすぎて、ハードの値段高いよみたいなね、ドリームキャストもねモデムで真っ先についてたのは、ね、標準搭載でモデムついてたんですけども、早すぎですねハードの値段がね、確かドリームキャスト初売り4万円ですよね、3キュッパぐらいでしたよね、高すぎですよその当時。うんということでね、はい、セガの出したね画期的商品のね一個だと思います。はい、続いてこちら、はい、エコーという会社のなんかボタンじゃないのかな、オーディオのなんか機器らしい、はいね、ファイヤーワイヤーのね出力がついている、オーディオファイヤーというオーディオファイヤー2かというなんかサウンド系のねボタンとしても使えるらしいです。はい、こちらちょっと高い、ちょっと高いんですけども864円ということでね買ってきました。なんかこのね、値段のシールが2枚になっていて、ね、値下げされたのが分かるんですけども、その値下げ前の値段がね、6500円というね、驚異の値段。6500円から一気に864円に下げるね、その、ハードオフの店員さんのね、気持ちを知りたい。はい、非常に安くなっていたので、購入してきました。こちら、うん、オーディオファイヤー。あまりね個人的にはこのねジャックとか、はい、ジャックの大きさあまり用がない感じにも見えるんですけども、使えたらね楽しいのかなという感じで、パソコンのねオーディオインターフェースとしてね繋げられたら楽しいのかなと思って買ってきました。買ったのはいいんですけどね、 USB だと思ってたのがねファイヤーワイヤー IEEE というね形式の、はい、線というかねケーブルなので普通のパソコンには取り付けられないということがね家で分かって、拡張ボードを買うのかどうしようと思いつつも、はい、使い道考えています。で今回最後の商品、これはね結構大物でねいいものじゃないのかなと思っています。はい、それが重いこちら、はい、ちょっと控えすぎて分かんないかな、デルのノートパソコン、ハードディスクなしということで、値段が見えないのかな、見えるかな、はい、見えますか、見えますよね、見えてほしい、あ、見えた、1080円ということでした。はい、ハードディスクなしでデルのねノートパソコン1080円、これはね一体安いのか安くないのかちょっとね難しいところではあるんですけども、こちらのノートパソコン
ね、ちょっと見えづらいかな。はい、ボス灯の1500ということで、はい、高圧デュオ搭載のね、当時 Windows Vista マシンということでね、もう6年前ぐらい、7年前ぐらい、はい、2000年後半のね、終わりぐらいの、上位機種のノートパソコンだったらしいです。GForce の8600のモバイルが積んであるということでね、うん、今考えるとそんなすごくもないんですけども、その当時ね、結構ねハイクオリティのマシン、今でもね、ちょっとしたゲームならできるんじゃないかなと思います。YouTube でね、調べたところ、このマシンでスカイリムをねやっている強者がいました。スカイリムをね、なんとかね、最小設定、ロー設定にするとね、動くということでね、うん、ハードディスク入れてこう動くならね、儲けもんなんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回こういろいろね買い物をしてきて、こうね、ジャンルもバラバラ、いろいろなものを本当にいろいろなものを買ってきたんですけども、なかなかね、うん、面白い買い物ができたんじゃないかなと思っています。ということで、今回ハードオフに行ってきて買ってきたもの紹介をしました。次回ね、紹介したものの中で、ノートパソコン、ゲームギア、こちらのね、オーディオインターフェースなんかの動作確認をしていきたいと思います。まあ、要望があれば、真空管のね、動作確認の仕方というか、やってる様子なんかもね、紹介してもいいかなと思います。ということで、今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。